こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきまーす。はあ。来たー。よし、みんなやろう。近くにまだマスターの邪魔はさせるな。装備がですね、作れないんですよね。あの素材集めがすごい時間かかるんですよ。来いのよ、こっちだ。お手で飲むのも。で今。69でしょ、多分カンストって90ぐらいでしょ。60ぐらいの武器作る素材を買うのにたった1つ買うだけで3万ぐらいするんですよね、1つで。それが何個もいるんですよ。ちょっともうめちゃくちゃですよね。このここに行くんだね。オッケー、行こう。やろ。みんな頼むよ。みんなになすりつけて帰ってくる。完璧なリーダー。ひどい、ひどすぎる。もういない。あれもじゃない。よし、じゃあ戻ろうか。いきまーす。どうした？大変だな、これは。行きます。大丈夫ですか？助けに来ましたよ。全然会話がなって成り立ってない。任して。オッケー、俺が全部倒そう。敵発見、備えよ。油断は禁物。やろ。さあ始めるわよ。行くわよ。そうはさせるか。
ちゃんたちがちょっと助かる。我がマスターに敵はなし。いや、まだいるんじゃない？これ。まだいる。先に行こう。あら、敵よ。さすが。敵の勢い、この技で削いでみせろ。みんな行くよ。来た。いや、こんな風に変わったんだ。あららららららら ら, ら。何これ。でも大丈夫。ポンちゃんいるから。やろう。頼むよポンちゃん。期待してるよ。おお、いや、すごい。行こう。すごいな、ポンちゃん。強すぎるよ。ちょっと俺にも美味しいとこ残してて。100だもんな、俺。全然効いてないもん。よし、じゃあ戻って報告しようかね。無事の帰還、何よりだ。もうみんな元気に戻ってきた。よかったね。騎士団の戦果は上々。おう、バレスタ加えてグリッテントリでの大掃除完了との報告がたった今入った。隊長、ほら。隊長、南は完全制圧。私とセシリーの手柄だからね。ヒーヒー言ってたぜこいつメルゴダに黒騎士が現れたと聞きました。ご無事で何よりです。さて、皆の尽力で最悪の状況からは脱したというところだな。だが侵食魔がゼロになったわけじゃねえ、うん、黒騎士も相変わらずです。みんなもう少し前向きになろう、うん、セシリーの記憶が戻ればな。焦ることはない。お前の記憶がどうあろうと、敵がいる限り我々は戦い続ける。それは白龍の御前に集う者の責務であり、戦いの果てにある世界は夢であり希望だ。嵐と共に始まったレスタニアの危機。人々は恐れおののいたが、騎士団の活躍に明日を見出し、各社の奮闘に白龍の加護を感じた。黒騎士とその配下のズール、渡来してきた者たちの暗躍に不安な日々は続くだろう。すいません。しかしレスタニアの人々は今、自分たちは無力ではないことを感じ始めていた。ほんとすいません、いいとこで咳込んじゃいました。
とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。